TPP、アメリカ結構日本に色々迫ってますね。例えば軽自動車とか国民皆保険、そこら辺が世界的に変だからやめましょう。そんな感じで動いてます。軽自動車、日本の独自企画です。国民皆保険、保険という業界、それを日本という国、それが独占してる。だから悪い。自由競争が進まない。だからアメリカのように自由にしましょう。そういうふうにアメリカは言ってます。ただアメリカ、 いろいろ標準標準っていう中で、いまだに変な単位使ってますね。日本、借款法、それ捨ててメートル法にしました。今、長さメートル、重さキログラム。ただ、アメリカ、長さヤードとかインチとかマイル、そういうものを使ってます。重さもオンスとかポンドとか使ってます。LBS って書いてあるものですね。そこら辺をメートルに標準化するべきですね。アメリカは標準標準って言うんでしたら。なぜに、このポンドとかヤードとか、 マイルとか使ううんだろうって感じです、ね、まあ TPP と関係ないけどイギリスもそうですねそれ。ヨーロッパ、イギリス以外の国、まあ、全部メートル法ですね。まあ、メートル法ですと全ての単位、それ基本の単位があってあとミリとかマイクロとかキロとかメガとかそういうので補助してます。でで割ったたりりかけけするだけで 単位を変えるっていうか補助単位を変えることができますただマイルとかヤードとかインチめんどくさいですね1単純に10かけるとかじゃないですねすべての単位のスケールの振り方が違いますから非常に変換がめんどくさいですアメリカはそういう単位使い続けてますそれもある意味日本の軽自動車国民皆保険それと同じように海外からの輸入繊維それを拒んでるのかなと思いますねまあメモリだったら貼り直せばいい スケール振り直せばいいっていうことですけどアメリカのためにわざわざ単位の違うスケールを振るそれも標準でみんな同じものをやろうというそういう動きからは話してると思いますまあ、アメリカいろいろ他の国に対してよその国は特殊だっていう前に自分の国のその単位系それを直すべきですね私はそう思います以上です